柏市は千葉県の北西部に位置する市、中核市に指定されている。業務各都市で柏駅を中心とした柏商圏を形成する商業中心都市、健康都市連合加盟都市、環境未来都市総合特区に指定され、スマートシティの先駆けとなっている。人口は約43万人で、千葉県内では松戸市に次いで第5位の人口規模であるが、 証券人口は16市3町の237万人に及ぶ首都圏のベッドタウンである。開発が進むつくばエクスプレス沿線江戸時代には、水戸街道の宿場町である小金宿と阿鼻子宿の中間に位置する小さな集落であった。1896年の常磐線、柏駅開業により柏の発展が始まった。ただし本格的な住宅地開発が始まるのは、 常磐線が電化された戦後からである。大正時代の北総鉄道開通により、柏駅は、1960年代より、東京のベッドタウンとして開発が進み、多くの森や農地が大規模な団地などへと転用され、人口は急激に増加した。乗降客数の増加に対応するため、国鉄は通勤後方面作戦にて、常磐線の複々線化を行った。 柏駅は70年代に日本初のペデストリアンデッキが建設されたことで知られ、総合、高島や丸井などの百貨店をはじめ多くの商業施設が進出し、遠く、茨城県、埼玉県からも買い物客を集めた。1980年代以降は柏駅周辺に若者向けの商業施設が次々と開店し、 千葉県の省と船橋市と並ぶ統括地域随一の商業拠点となった。JR 柏駅の乗降客数は、つくばエクスプレスが開業するまで、千葉県内で第一位であった。証券人口は約237万人。近年では、新通勤後方面作戦で提示された計画を継承して開業した、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線のほか、 東部の田線沿線などでは、新興住宅地の開発が加速し、東京特部へのアクセスの良さからも、大規模マンションや住宅街が林立し、商業施設の充実、整備された公共施設、自然豊富な住環境が整っている。買って住みたい街においても、首都圏第5位を記録するなど定住を目的とした、ファミリー層を中心に指示を受けている。 柏の葉キャンパス駅周辺には研究、教育施設が集約し、公共団体、企業、大学が連携して、国際学術都市、次世代環境都市構想が進行している。市中央部は、東部アーバンパークライン JR 常磐線、国道6号、国道16号が交差する交通の要衝となっている。市北部は、つくばエクスプレスが通り、大学、研究所、 産学連携施設などが置かれ、文教地区としての顔を持つ柏の葉地域が中心となっている。また、高齢化率が40%を超える豊か、式大団地では、柏市と東京大学、UR 都市機構の3社による共同プロジェクトが始まり、これを皮切りにした超高齢化、長寿社会に対する一連の対策は、柏プロジェクトとしてしばしば話題となっている。 手が沼サイクリングロード、千葉県の北西部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約3 0トルの距離である。東京都の都心から25の3 5トル圏内である。都市雇用圏における、東京都市圏のベッドタウンとしての性質が強く、東京都特別区部への通勤率は42.3%。鉄道での千葉市へのアクセスが悪く、常磐線や、 つくばエクスプレスなどで東京への移動が便利なことから、いわゆる千葉都民が多い。ト根川を挟んで、北は茨城県取手市、森谷市との境に位置し、北西は野田市との境にト根運河が流れ、東は安彦市との境に手賀沼が広がる。関東平野の中に位置し、地域の大半は下嘘大地と多日殿から構成され、北端のト根川沿いの地域や、 東端の手賀沼に近い地域は低地となっている。海抜が最も低い地点は手賀沼周辺低地で約5メートル、最も高い地点は四南端で約32メートルである。柏市には景球という地名が5つあるが、表記は混在する。大津景球、光が丘、緑が丘、つくしが丘、ひばりが丘、うち、大津景球は旧湘南町の地区である。 境根源合戦船籍統括地域では、明治以前に栄えていたのは、水運の瓶がある松戸、流山、野田などであり、現在の柏の中心市街地にあたる柏村、千代田村は、水戸街道沿いにありながら、宿駅ではなかった。千1 4 7九年一月二日、下宇佐国境根源にて、上杉定だの重心、大田道館が、下宇佐の土千葉市の内墳に絡む形で、 境根源合戦が始まった。柏市境根には、合戦場と称する箇所が多数あり、またかつては多くの塚があり、原、木内など、千葉高種軍の将兵の墓であると伝えられていた。光が丘の開発などでこれらの塚も埋められてしまったが、現在も団地の隙間など一部箇所に塚が残っている。また、柏市中央図書館の正門前にある、 柏市の地図の中に、堺根源合戦古戦場と書かれてある。利根川、江戸川の水運が栄えた江戸時代には、川沿いの集落が栄えた。現在の市域北部に位置する伏村は、神楽菓と結ぶ鮮魚の輸送ルートとして賑わった。旧柏村は、明治時代の初めに至るまで、水戸街道の小金井、柏駅、西口駅前大通り1896年の、 上磐線開通、続く大正時代の北総鉄道開通により、柏駅は乗り換え駅となり、同駅を中心に市街地が形成される。1960年代より東京のベッドタウンとして人口が急増した。1964年東京オリンピックの後頃から、柏市では市街地再開発の機運が高まり、1969年に施行された。 都市再開発法の第1号の指定を、受け柏駅前再開発事業を開始。1970年代以降は総合、高島や丸井などの百貨店を、はじめ多くの商業施設が進出し、東京の衛生都市的な商業地として栄える。1980年代の前後には、柏駅周辺に若者向けの商業施設が、次々と開店し、統括地域の商業拠点となった。 2005年には、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレスの開通を契機として、市北部の柏の8域で、東京大学、千葉大学、山学連携施設を中心とした文教地区が形成され、筑波学園都市とは、また違った未来の学園都市の姿を現出。ちづくりについては、山間学連携によって、国際学術研究都市を目指した建設が続けられている。 さらに郊外型ショッピングモールやマンション開発も活発化した。柏町設置後詳細は、柏町を参照柏市わし解消後柏の名の由来は、諸説あるが、柏に由来するという説が有力とされている。1990年代以降、周辺市町との合併による、政令指定都市移行を目指すべきとの議論が一部から提唱されており、二千一年に流山市、阿弥子市、 東葛飾郡湘南町との合併研究会を設けるも流山市及び阿鼻子市は相次ぎ離脱し、残る湘南町とは2003年に合併協議会を設置して協議を進め、2005年3月28日に同町を編入した。これにより人口は約38万人、面積は約115平方キロメートルに拡大。 中核市に移行するための面積要件を満たすことにより2008年4月1日に千葉県内では船橋市に続く中核市移行をした。なお、合併直前の旧柏市の人口は333,519人、面積は72.91平方キロメートルであった。なお現在も柏市と野田市、阿弥陀市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市のいわゆる 統括六市での合併による政令指定都市構想があり、この六市で構成されている統括広域行政連絡協議会が2000、また2008年7月には政令指定都市移行による効果や影響、意義等についてより具体的な検証を行うため、松戸市、柏市の西による松戸市、柏市政令指定都市研究会を設立した。一方、 船橋市や市川市でも似たような構想があり、松戸市や鎌ヶ谷市ではこの方面との合併を模索する動きを見せた。四市合併による政令指定都市移行を研究する東葛飾、葛南地域四市政令指定都市研究会が2007年4月に始まり、2009年3月に報告書を出し、終了した。千葉県庁は2000年に策定した。 市町村合併推進要項では、政令指定都市構想に全く言及しなかったが、2006年に策定した市町村合併構想では、枠組みこそ決めなかったが、合併による政令指定都市以降で、ステップアップを目指すべき地域とした。2015年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、 2.246%増の413,954万人であり、増減率は千葉県下54市町村中5位、60行政区域中7位。グラフ、東計、柏市では一部の全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。柏市役所管内、ライフサイエンス統合データベースセンター、東京大学物性研究所、 柏郵便局法務省国土交通省財務省文部科学省防衛省独立行政法人特殊法人柏警察署柏市消防局警察庁科学警察研究所有国に防災行政無線で児童の帰宅を促す放送を流しているが柏市内ではパンザマストという故障で親しまれている柏市内の小中学校で パンザマストが鳴ったら帰宅するよう指導するほか、市の広報でも以前はパンザマストと記載していた。ただし、パンザマストとは本来防災行政無線機などを設置する柱のことであり、日鉄住金現在が商標登録している名称である。警察消防詳細は千葉県議会を参照統括テクノプラザ柏の8区には東大柏ベンチャープラザ、 東括テクノプラザといった先端産業のためのインキュベーター施設があり、ベンチャー企業の育成が行われている。また、柏の派キャンパス式として公民学の連携で新しい都市づくりが三井不動産の主導により進められている。このユニークなプロジェクトは2008年に千葉県、柏市、東京大学、千葉大学により発表された柏の は国際キャンパスタウン構想で構成されている。一つはスマートシティ構想で IT により社会インフラを管理する環境型都市づくり。太陽光発電やスマートグリッドを設置し次世代環境都市を目指す。もう一つは公民学の連携による新たなイノベーションを生み出す国際学術研究都市の創設が目標。オックを プロジェクトの中心とする実際の街を使ったフィールドテストを段階的に実施中である。柏市、三井不動産株式会社、柏のハーバンデザインセンターが幹事を務める、柏のハスマートシティコンソーシアムが国土交通省のスマートシティモデル事業の先行モデルプロジェクトに選定された。市北部に14に工業団地、東部にネト工業団地、中部に 柏山税工業団地、柏機械金属工業団地があり、ネト工業団地内には、伊藤ハム、東京工場、市川柏工場がある。市南部、マシオ地区には、日華ウイスキー、柏工場がある。農業ではカブ、ネギ、ほうれん草などの野菜栽培が盛んで、1975年頃に、日本で初めて、中国野菜チンゲン菜、ザーサイが栽培された。 新元祭は、老舗中華料理店のチアジサイが種を日本に持ち込み、地元農家と栽培法を確立した。農業協同組合市内に、本社、本店を置く企業、編集、かつては、テレビショッピングで有名だったニコーも柏に本社があったが、2008年に東京都品川区に移転している。市内に事業所がある、主要企業、編集商業施設、 編集柏高島やステーションモール、柏駅前の主な大規模商業施設かつては、百貨店の祖号柏店もあったが、2016年9月30日に、閉店。跡地は、高層マンションなどの再開発が行われる予定。南柏駅前の主な大規模商業施設郊外の、主な大規模商業施設、モラージュ柏金融機関、編集柏市に、本店、支店ウォー 金融機関一覧。日本国外日本国内、パークシティカシアのハキャンパス市内には、34地区に、地区計画が指定されている。住宅地爽やか、千葉県民プラザ文化施設通信東京時計会議下大学附属カシア病院国立がん研究センター、東病院二次医療圏としては、東括北部医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。 医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。保健施設東京大学柏キャンパス、東京大学柏2キャンパス気象大学校2020年により、小学校でのプログラミング教育が必須化されることが決まっている。それに先駆け、2017年により、千葉県柏市にあるすべての小学校でプログラミング教育が実施されることになった。1年生では、 コンピュータの初歩3年生ではローマ字入力の教育を行っているが4年生になると全員を対象に週2時間のプログラミング教育を実施している。なお、柏市は従前よりプログラミング関連の教育を行っており、すでに1987年には田中北小学校などでベーシックの教育が行われていた歴史がある。 これらの教育成果を発揮する場として、柏市教育委員会協力のもとで GP リーグが発足。3人の小学生がチームを組み、プログラミングの知識とはざとチームワークを競い合う場として行われることになった。千葉テレビ放送及びフジテレビキッズの共同制作により、GP リーグプログラミングコロシアムが柏市内にあるモラージュ柏で開催の GP リーグの模様を何週かに分けて放送されていた。大学、編集、その他、キャンパスではないが、柏のハスマート市内に研究者や同窓会の拠点として、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、UCLA ジャパンセンターがある。省庁大学校、編集専修学校、編集高等学校、編集千葉、県立柏高等学校千葉県立東葛飾、 高等学校公立私立中学校、編集県立私立私立小学校、編集私立特別支援学校、編集職業能力開発校、編集認定子ども園、編集スポーツ施設がしわの箱園総合競技場、柏しわの箱園コミュニティ体育館がを本拠地とする、チーム柏レーソルと FC 東京の対戦その他、JR 東日本公式野球部は、 野球場を含めた新練習場をサンロッカーズ渋谷は練習ホームコートを市内に置くコツミッククラブマスコットご当地アイドル市外局番04に関しては日本における市外局番の変更市外局番04についてを参照旧か市,市域の市外局番は04716となっていたが1964年7月26日より0471 に変更。2002年2月11日には、柏市を含めた0471区域の市内局番の不足に伴い、04に変更された。旧正南町も同様に04となったが、高柳神殿 C の木材の一部は047となっている。これは、当該地区が隣接する松戸市と同じ市川 MA に含まれ、 同 m a が1997年1月1日に0473から047に変更されたためである。収容局は、千葉柏局、坂西局、田中局、豊敷局,局、湘南局、東手賀局、上花和局、三津堀局、流山局、阿鼻子局、湖北局、五港局。下宇佐航空基地自衛隊施設近隣の空港旅客空港は、 千葉県成田市の成田国際空港及び東京都大田区の東京国際空港が最寄りとなり約30から4 0キロメートル圏内の距離に位置する。柏駅南柏駅、柏田中駅東日本旅客鉄道、東武鉄道、首都圏新都市鉄道の駅が設置されている。柏駅は JR 東日本の乗車人員ランキング上位100位内にランクインする。また、 一部の特急、日立、時は、臨時特急、踊り子が停車する。北総鉄道北総線、京成成田空港線は、新鎌ヶ谷駅西城駅間で、旧州南町の地域を通るが、駅は設置されていない。また、流山市と接する地域では、流山市にある東部の打線流山大高の森駅、初石駅、江戸川台駅、南部の松戸市と接する地域では、 松戸市にある新京成線時き平駅、五光駅なども利用できる。中心となる駅、柏駅東日本旅客鉄道東部鉄道首都圏、新都市鉄道中心となるバス停、柏駅、バスターミナル、柏駅路線バス東部バスイーストが、市内全域に、万道自動車が東部を中心に、路線バスを運行する。また、市域の一部を、千葉レインボーバス、 松戸新京成バスの路線が発着し、京成バスが後述する、コミュニティバスを運行している。高速バスコミュニティバス、手が大橋道の駅小南上磐自動車道が、市の北部を南北方向に通り、柏インターチェンジで国道16号と交差する。JR 上磐線に沿って国道6号が通り、市の中東部から北部を通る国道16号と小塚交差点で交差する。 この小塚交差点は6号線が上を通る立体交差になっており、渋滞情報がしばしば報道されるため、美女木ジャンクション、穴川インターチェンジと並んで渋滞の名所となっている。また、千葉県道8号船橋阿ビ子線には、道の駅湘南が置かれている。高速道路一般国道国道294号が起点となっている、手賀沼の水上に遊覧船が運行されている。 ただし、定期便ではないため運行期間と運行状況の確認が必要である。道の駅商南と手賀沼フィッシングセンターに遊覧船発着場があり、この二つの発着場を結ぶ。ハウディモール柏駅周辺は、ストリートミュージシャンが多く、連日多くの若者が集まり、若者層をターゲットとした商店も多い。このため、東の渋谷と表されることもあり、特に、柏駅、 東口側は、個人商店が多く、裏原宿のようになっていることから、それに倣って、裏柏などと呼ばれることもある。下宇佐港空基地温泉国、県指定及び国登録文化財一覧。カテゴリー、柏市も参照行政観光。ありがとうございます。